皆さん、こんにちは。大樹です、えー。コーチングをやっている時に、なんかね、こういう問いかけを持った方がいいかもしれないっていうのをちょっとお伝えしておきましょうね。このクライアントを助けてくれる人は誰なんだろうかとかね、このクライアントにアドバイスをくれる人は誰なんだろうかというあの問いかけをこう持ってみるっていうことです。で、典型的には、あの前のビデオなんかでもね、言ってきている通り、えー、未来の、その、クライアントさんの未来のね、姿、特に、えー、クライアントさんがやっぱり、 自分が思った以上の何かね今思ってる以上の何かを成し遂げてるような未来のクライアントさんにもし会えたらですよあのその人は絶対にいろいろアドバイスしてくれるそうですよねあの過去すごい困ってた時の自分が自分の目の前に出てきたらまあそんなことありえないんだけどあの今の自分だったらいろいろアドバイスしてあげれるでしょあのどうしたらいいよとかあそれは気にしなくても本当はいいんだとかねあのもっとこんなことしてみなよって言ってあげられるで同じようにあの未来の自分 このビデオだけ見たらちょっと私頭おかしいみたいに聞こえるかもしれないけど未来の自分はアドバイスをくれるんですよだから未来の自分だったらどんなことを考えるのかっていうことにリアルに想像が及んだらですよあのうまくいくんだっていうことねで同様に未来ではなくてね過去の自分がパワーを与えてくれるとかアドバイスをくれる時もあります何かを成し遂げたりとかねすごくこう自信を持ってた時の自分とかっていうのが今の自分に出会ったらちょっとちょっと お兄ちゃんみたいな <laughs>「い,いいか減にしない」とか「頑張れよ」とか「何やってんだよふざけんなよ」ってあの弟であったり妹であるかのような過去の自分が何か喝を入れてくれることこれあるね。未来の自分がだらしなかったら今の自分が喝入れるとかもあるでしょ。エネルギーくれるとか何かのアイディアくれるっていう意味では過去の自分の考え方にリアルにアクセスができるっていうのも面白いと思う。でもう一個はやっぱりその人が尊敬してる人とかね。 ライバルとかねね面白い他人です、ね、でライバル目線に立ってみたら全然自分もっと自分こうすらえい,いのにって見えるかもしれないでもっと典型的にはその尊敬する人憧れる人ねでその人の視点にリアルに立てたらまあその人に実際にアドバイスもらいに行きゃいいんだけどあのそれに対する事前の策としてね自分でそれが想像できたらいいわけですでもう一個は、えー、と自分の子供とかね、えー、後輩とかねあのみたいな人のリアルな立場に立つとそこで あ期待を感じたりとかねあのその視線を感じると頑張ろうってなったりするよだからその人にエネルギーをくれたりとかその人にアイデアをくれたりするのは誰なんだろうその人の目線に立ってみようっていうこと、ね、でだから未来の自分過去の自分ね未来のこんな時の自分過去のこんな時の自分、ね、どんな自分を思い出したら今の自分に対して何かエネルギーを与えてくれたりアイデアを与えてくれるんだろうで、えー、親友みたいな人でもいいし尊敬する友達みたいな人もいいしライバルでもいいしそれから えー、子供とかね後輩でもいいし、ね、誰に入ったらエネルギーをもらったりアイディアもらえるんだろうかであのそういうことをこう考えてみてでそこに臨場感を作っていくっていうことですよぜひぜひね、えー、いろいろトライしてみてください。それでは